MKZ は、フォードが製造し、リンカーンブランドで販売していた自動車である。当初は、リンカーンゼファーとして販売されていた。2004年のニューヨーク国際オートショーにて、往年の名車であるゼファーの社名を冠した、コンセプトモデルが発表された。ゼファーは LS に代わるリンカーンのエントリーモデルとして、LS の6気筒モデルと入れ替わる形で2005年に2006年モデルとして、 市販が開始された。しかし、2007年に、リンカーンの新しい命名法に従い、MKZ に改名した。リンカーンの経営陣は、2006年の自動車賞で、MKZ の発音をマークズへと発表したが、結果としてに発音をマークズに変更した。同じフォード CD3 プラットフォームを採用する、姉妹車である、フォードフュージョンや、 マーキュリーミランとはドアなど、ボディーパネルの多くを共有するが、外観では、フロントフェースなどで差別化が図られ、また内装は全く異なる、独自のものが与えられた。パワートレーンは 3000ccv 型6、気筒 DOHC エンジンと6速 AT の組み合わせのみで、駆動方式も FF のみであった。 しかし LS の8気筒モデルの製造が終了した翌2006年には、ゼファーもまた早々に姿を消すこととなった。リンカーンは、新しい社名の命名規則を導入し、MKX の発表に続いて、ゼファーも MKZ に改名された。2月のシカゴオートショーで発表された2007年モデルの MKZ では、グリルなどの外観の小変更があり、 オードもラインアップに加わったほか、姉妹車のフュージョンやミランに先駆けて、エンジンが新開発の3.5リットル V6 に完走された。2008年12月のロサンゼルスオートショーでは、姉妹車のフュージョンやミランと共にフェースリフトされた2010年モデルが発表され、翌2009年から2010年モデルとして発売された。MKS から導入された。 新しいリンカーンのファミリーフェイスが MKZ にも導入された。なお、フュージョンやミランには同時にハイブリッド仕様も加わっている。MKZ のハイブリッド仕様は姉妹車より遅れて2010年4月のニューヨーク国際オートショーで発表された。パワートレーンは姉妹車と同様でアトキンソンサイクル化した直列4気筒2.5リットルエンジン電気モーターである。 すなわち、リンカーンでは、初のハイブリッド車であると同時に、初の時期用エンジン搭載車ということにもなる。2012年1月の北米国際オートショーで、コンセプトモデルが初公開され、同年4月のニューヨーク国際オートショーで、量産型が発表された。エクステリアは、ホイールベースを含め、すべてが初代よりも一回り大きくなっている。メカニズムは刷新され、 従来の3.7リットル V6 に加え、フォード・トーラス等で採用済みの2.0リットルエコブーストが追加されている。追って発表されたハイブリッドモデルは、フュージョンと同じく2.0リットルにダウンサイジングされ、それにモーターを組み合わせたアトキンソンサイクルを採用。米国 EPA の認定燃費は、市街地、高速、複合モードともに45マイル。 ガロンをマークする。二代目の特徴として、量産車世界最大面積を誇る、リトラクタブルパノラミックルーフが挙げられる。ルーフ部分全体が、ポップアップして後方へスライドする仕組みであるが、ルーフそのものが、キャビン全体を覆う巨大なガラスとなっている。近年の米国市場におけるクロスオーバー SUV の、台頭やセダン市場の縮小などによる煽りを受け、 コンチネンタルと共に2020年7月をもって生産及び販売終了となった。これによりリンカーンは1920年登場の L シリーズ以来1世紀にわたり生産、販売を続けてきたセダンから完全撤退することとなった。ありがとうございます。